はい、皆さんお元気ですか？今日も3分でわかる聖書をご覧くださりありがとうございます。今日の質問です。イエスはパレスチナ人ですか？こういうまあ。現代的な質問ですかね？いただきました。20世紀後半にパレスチナ解放機構いわゆる plo とて言います。パレスチナ解放機構の議長を務めたヤセフ。 アラファトという人がいました私の年代の人はみんなアラファトの名前はよく覚えていると思います彼がある時演説の中でイエスはパレシナ人であったと語ったことがありましたこれはベツレヘムのクリスマスのメッセージで語ったことだと私は記憶していますしかしこの発言は嘘です もうその発言を聞いた時に私は仰天しましたこれ嘘ですねでこのテーマについていつものように3つ申し上げます時代を考えてみたいと思うんですが一番目にイエス時代のことを考えてみましょうつまりイエス・キリストが生きておられた当時のことを考えてみましょうイエス時代パレスチナという用語は存在していませんでした パレシナもパレシナ人も言葉としてはまだなかったわけですね。パレシナという言葉が生まれたのが紀元年頃です誰が作ったかというとローマ皇帝ハドリアヌスという人が作ったわけですがユダヤ人の反乱バルコクバの乱というのがあったんですがこの乱を鎮圧した後彼はもう忍耐の尾が切れたわけですね。 そしてユダヤ人とイスラエルの地との関係を完全に歴史的に抹殺するために新しい名前をつけたんですそれがペリシテ人の地という名前だったわけですパレスチナというのはそういう意味なんですペリシテ人の地と命名したんですペリシテ人は当時もう滅亡した民ですからペリシテ人の地と名前をつけても 何の危険もないわけですそして不幸なことにパレスチナというこの造語ですね新しい名称がそれ以降約2,000年にわたって用いられてきたわけですしかし確認しておきたいのはパレスチナというのはこれは造語なんですそしてパレスチナという国が存在したことは一度もありませんパレスチナ文化というのがあったことも一度もないわけですこれが 実際の歴史ですじゃあ時代下って2番目にイスラエル建国これ1948年イスラエル建国以前のことを考えてみましょう。建国すする直前ぐらいの内容ですね当時パレスチナ人という言葉が用いられていましたがこれは地理的概念地理的呼称地理的呼び名だったわけです。つまり パレスチナと呼ばれる地に住む人は人種に関係なしにパレスチナ人と呼ばれたんですより具体的にはユダヤ人もアラブ人もそれ以外の人種の人たちもパレスチナ人だったんですそこに住んでいる人はパレスチナ人だったんですパレスチナに住む人という意味ですね今エルサレムポストという新聞が イスラエルでは有名ですけど当時はエルサレムポストはパレスチナポストと呼ばれていましただからといってパレスチナ人やパレスチナ文化を代表する新聞だというわけではないんですパレスチナの地で発行しているのでパレスチナポストですこれがイスラエル建国前のパレスチナ人という言葉の意味するところだったわけです3番目に イスラエル建国以降のことを考えてみましょう1948年以降どうなったのかイスラエルが独立宣言を発表しましたそれに危機感を覚えたアラブ人たちが対イスラエル闘争を開始したわけですねその対イスラエル闘争の過程で彼らは自らをパレシナ人と定義するようになったんですパレシナに住む アラブ人が自分のことをパレスチナ人だというようになったわけですですからこれは非常に最近の歴史なわけですねパレスチナ人はパレスチナにはパレスチナ人独自の文化が存在していたと主張するんですがそのパレスチナ独自の文化があったという主張がパレスチナという国を建国するための根本的な理由になったわけですね。 でも実際にはパレシナ人というのはアラブ人です。パレシナ文化というのはアラブ文化です。アラブ文化と切り離される明確な特徴を持ったパレシナ文化があったのかそれは証明することはできないアラブ文化です。そして今では現在です、ね。ヨルダン川西岸とガザ地区に住むアラブ人がパレシナ人と呼ばれているわけです。結論的にはイエスは パレスチナ人であったと主張は歴史的事実の改ざんですねとんでもない主張なわけです実際はどうかイエスはアブラハムダビデの子孫として誕生したユダヤ人のメシアですこの方は十字架で死に墓に葬られ三日目に甦り信じる全ての人に救いをもたらしたつまり全人類の救い主となられたわけですイエスは パレスチナ人ではありませんイエスはユダヤ人でしたそしてその方が全人類の救い主となられたんです聖書の構造は神は選びの民イスラエルを通して全人類を救おうとされたそのことがイエスキリストにあって成就したんですこの方を救い主と信じる人はなんと幸いでしょうかありがとうございましたではまた次の Q&A で お目にかかりましょう。